さあ第6回ワールド大リーグの決勝戦の舞台、今豊ノ森がリングに上がりました。豊ノ森対ジンキニスキーによります決勝戦の舞台、今ジンキニスキーが入場、その姿が見えました。いやー、桃田さん、この表情を見るだけでも非常に迫力満点。迫力ありましたね。もうだけど本当になんていうのかな、レスラーらしいレスラーっていう感じを僕は受けましたね。そうですか、はい、第6回ワールド大リーグの決勝戦です。豊ノ森初優勝なるか、そして初参戦のジンキニスキーが一気に頂点に立つのか。8分3ラウンドで行われます決勝戦です。豊ノ森とジンキニスキーのこの2人によります第6回ワールド大リーグの決勝戦ということになります。懸命にこのフルネルソンをかけますが、ジンキニスキーがその自らの力で強引にほどこうというところ。ただ豊ノ森もまだまだ力負けしないというこの試合の序盤。まあ、力道山が亡くなった後の、まあ、最初のこのワールド大リーグと、そういうことですね、いうこともありまして、やっぱり豊ノ森さんもものすごい気合は入ってますね。そうですよね、そういった姿が今日この決勝の舞台に進んだジンキニスキーとの一戦、今上になっています豊ノ森の表情からも感じることができます。このジンキニスキーが193センチ125キロ、まあ豊ノ森のパワーを持ってしても太田さん簡単には倒せる相手ではありませんね。やっぱり上背がある選手とやる場合には、小さい選手ってのは本当に圧を感じちゃうんですよね。今この体勢でもね、簡単には決まらないですもんね。豊ノ森さんパワーはもう人一倍ありますけど、やっぱり上から来る圧力と下から持ち上げる圧力では上から来る方がどうしても強くなるので。そうでしょうね、まあ、改めてになりますけども、坊さん、このジンキニスキーという選手は、どういう風選手として映ってましたか。やっぱりオールマイティで技もこなせるし、もう要するに、まあ、ヒール的な、はい、技もやるし、だけど基本には必ずレスリングの基礎が入ってるなっていうのは見えますよね。そうですか、動きの中に。今まさにそのグラウンドの攻防ではあるんですけれども、まあ、力任せというわけではなく、やはりこういった基本に忠実なテクニックもあるわけですね。もう完全にその自分が豊ノ森さんより大きいということを意識して試合運びをしているように見えますよね。そうですか、はい、さあこの巨体を使って豊ノ森をぐいぐい締め上げていきます。さあなんとかカバーに行こうという豊ノ森ですが、ロープを掴まれてしまいました。砂漠レフェリー沖式な決勝の舞台、リングの上はこの2人、豊ノ森とジンキニスキーの2人です。今まだボディシザース的な形で足が絡んでいます。まあ、ロープブレイクをめぐって何かこういろいろ言い合っているという感じでしたが ね、はい、さあ豊ノ森がチャンスを迎える。ジンキニスキーがなんとかバタバタして反転しないようにこらえてこらえて、あ、足をすくった。あ、簡単には行かせませんでしたね。うまいですね、ここら辺は。豊ノ森も何かこう喋りながら何かこう相手を怒らせるようなそんな動きも見えました。さあ足を払った、もう体当たり、こういったぶつかる迫力あります。一撃でジンキニスキー場外、あれ狂います。ジンキニスキーが今放送席の前を、今完全に今のは豊ノ森さんの、腕でなんていうんですか、アタック行ってますので、はい、エルボー的なエルボースマッシュ的な感じですよね。あ、そうでしたか、思わず下からの一撃で場外に吹っ飛びました。さあそしてトップロープを使ったジンキニスキーのこの攻撃で豊ノ森ちょっと劣勢。
一撃で倒れます。アラフォー氏というね、そういったニックネームもありましたけれども、非常に荒々しいファイトも見せる一方で、着実に相手にダメージを与えていきます。まあ、後には LWA の王者にも輝きまして、まあ3年にも及ぶ防衛を記録したという、そうですね、このジン・キニスキーですね。それだけやっぱり実力はバッチリあるということになりますね。もうルーテーズに勝って、まあ、ドリー・ファンク・ジュニアに敗れるまでは NWA チャンピオンとして世界の頂点に君臨していましたジン・キニスキーです。さあ、ロープブレイクとなりません。一撃食らわせます。この190センチ以上の大男が上から振り下ろしてくるというこの迫力です。そうですね、圧もすごいと思いますよ。威力も十分あると思います。反則カウント入るんですが、お構いなし。豊昇龍にとっては初優勝なるかという大一番です。レフェリー・ヨキシキナのカウント入りますけれども、簡単には技をほどきません。しかしボディースラム抱え上げて投げました。このパワーはすごいですね。すごいですね。軽々と持ち上げてますね。連発で、ただしかしジン・キニスキーもカウントは許しません。ただ腰は相当ダメージが溜まっているようです。逃げます、逃げます。たまらず逃げます。早い、逃げ足も早い。ただ、豊昇龍も懸命に追う。これだけを逃げ惑うジン・キニスキーというのも非常に珍しい気がしますが。さあ、リングの中に戻ってきました。場外戦の後、ちょっとかなりこれダメージ来てますね。来てますね。あるいは距離を取って時間を稼ごうとしているのか。まあ、これでスッと行くと逆にストップ、止められる場合もありますしね。なるほど。わざとダメージが来てるようなふりする場合もあるんで。そうですか。このあたりは実力のある選手は怖いですよね。駆け引きがね、こういったあたりはうまいものがあります。豊昇龍にとってみますと、力道山亡き後のこの第6回のワールド大リーグ、日本の頂点を、この日本人としてこの世界の頂点を取ることができるかという、日本を代表する豊昇龍です。さあ、グラウンドに入っていますが、上になったのはまたジン・キニスキー。ヘッドロックで豊昇龍も締めていこうとしていますが、どうでしょうか。まあ、あの太い腕でぐーっと締め上げていきますから、ダメージは残ってはいると思うんですが。もちろん効きますよね。要するにグラウンドになった時点で上背関係なくなりますね。そうですね、はい。ただ立ち上がってすぐにファイティングポーズのジン・キニスキー。さあ、スタンドのヘッドロック、ここからどう豊昇龍は試合を優位に運んでいけるかどうか。まだ決定的なダメージは与えていないように見えますが、この後ジン・キニスキーもどう反撃してくるか。越えていって後ろ、また飛びついた。ここは豊昇龍冷静です。ただ今ここでグラウンドに持っていった、足をかけていわゆるグラウンドのコブラのような体勢でホールの形に持っていきました。こういった細かいテクニックもありますね。そうですね、うまいですね。この辺はさすが NWA のチャンピオンになっただけはありますよね。そうですね、さあ、上からこう今首の根元のあたりを締め上げていきました。上からチョップの豊昇龍、下からどうするジン・キニスキー。後頭部を打ち付けられた。これはかなり荒っぽい技で強引にいきます豊昇龍。さらに一撃、チョップを入れますが、キックで待っていたジン・キニスキー、ちょっと今また元気を取り戻してきたでしょうか。足が入ります。ちょっとこの脇腹に連発で入ると厳しいですね。そうですね、やっぱりチャンピオンになる人ってのは、そのなんていうかタフっていうか、はい、スタミナがすごいですよね。そうですね、上から膝、上から膝。さあ、場外蹴り落としていきました。さあ、これで戻ってくると、今また膝でいったでしょうか。場外カウントが入ります。
勝負は3ラウンド目。さあ戻れるかジンキニスキー。あーと今手を挙げました、手を挙げました。カウントアウト、豊ノ森の手が上がっています。第6回のワールド大リーグ優勝、豊ノ森。場外戦でジンキニスキー戻ってこれませんでしたね。そうですね、やっぱりダメージが結構残っていたのかなと思いますけど、ようやく今戻ってきましたが時すでに遅し。ジンキニスキー、この初参戦のワールド大リーグ決勝まで進みましたが、優勝、初優勝の豊ノ森、今両者クリーンの握手を交わしまして場内の歓声に応えています。いや、この後に、ね、このジンキニスキーも NWA 王者になるんですけれども、はい、その片鱗を見せる試合内容でしたかね。本当ですね、やっぱりあの力は十分にあるという感じに見えましたよね。そうですね、はい、まあ、世界各地から計14人の選手が集まって行われました第6回のワールド大リーグ。この大きな優勝トロフィーを手にしましたのは見事に初優勝豊ノ森、そして、まあ、準優勝となりましたジンキニスキーも今その準優勝の盾を手に場内の歓声に応えています。まあ、この後またジャイアント馬場などとも非常に激しい戦い構想を、ね、繰り広げますからね。ずっと続きますんでね、はい、そして、まあ、ジャイアント馬場もその各賞の今表彰を受けるところ、先ほどのタッグマッチでも素晴らしい動きを見せましたジャイアント馬場です。凱旋帰国となりましたこのワールド大リーグ、ジャイアント馬場も優勝こそなりませんでしたが、その存在感を大いに見せた第6回のワールド大リーグ。力道山亡き後の最初のこの大会は豊ノ森が初優勝を飾りました。